サファリ社桜です。今回なんですけれども日高屋に行きたいと思います。なんで今回日高屋に行くかと言いますと、日高屋さんが関東にしかない中華そばが有名なお店なんですけど、金額がめちゃくちゃ安いんですよ。安いのに美味しいっていうお店で、東京を引っ越してきて6年、もうすぐ7年ぐらい経つんですけど行ったことなくて、だから今回行ってみたいなと思って行こうと思います。ちょうどね今日来てる場所が東京の赤羽ってとこなんですけど、場所で言うと東京のほぼ北みたいな、ちょっと行ったら埼玉みたいなところなんですけど、前住んでた家が赤羽だったんですよ。さっきまでちょっと友達んとこ行ってて、その帰りにどっかでお酒飲みつつ動画撮りたいなって思ったので今回回してるっていう感じですね。最近数本動画をボツにした関係でインスタで募った質問返しとかも全然できてなかったので、その辺お答えしつつこっち飯やっていきたいと思いますので、よかったらぜひ最後まで見ていただけたらと思います。それでは本日の動画スタート。入りましたので、パネルがね、今日はね夜飲みってことでビールを頼みます。さっきもちょっと冒頭で言った有名な中華そばと、あとは餃子が食べたいの頼みますね。お待ちしましたになったので、奥まで待ちたいと思います。はい、届きました。食べていこうと思います。まずは乾杯しようかね。乾杯。中華そばと餃子5入りで、単品だとちょうど1000円、セットの価格になるので10円引きで、この3点で990円です。めっちゃ安くなる。じゃあいただきます。普通に美味しい。これだけでさ390円ってめっちゃ安くなる。ニラがぎっしり入ってる感じ、おいしい。オープニングでも喋ったんだけど、一つ前住んでた家が赤羽だったんですよね。赤羽ってどんな街かっていうと、新宿とか池袋ほど繁華街ではないんだけど、埼玉方面の電車とかが起点になってるような街で、まあ、結構大きいんだよね。駅前にね結構居酒屋が多くてディープな街というか、赤羽に来て変なおじさんに会わないことがまずないかな。さっきも行く前にいたし、東京じゃない人からすると全然わからんと思うんだけど、多分ね大阪だと西成が一番近いんじゃないかなと思ってて、西成行ったことなくて YouTube とかで見てるだけではあるんだけど、ちょっとこうアウトローな感じの雰囲気で、福岡だと久留米が一番近い。久留米をもうちょっと都会にしたみたいな感じかな。なんで私がこんなに赤羽エピソードを話すかと言いますと、赤羽っていうのは上京して一番最初に住んでた家なんだけど、上京する時ってさ、どう住んだらいいかわからんやん。だけど不動産屋さんに自分が住みたい家の条件っていうのをバーって話して、こういう家で住みたいですっていうことを伝えて、見つかった家が赤羽の家やったんよね。東京出てきて会う人会う人言われるのは、なんで赤羽に住んでんのってみんなから言われてたの。なんで笑われてる感があったっちゃけど、最初のうちはさ、なんでそんな笑うんだろうって思われたけど、住み出して分かった。まあまあ治安が悪いのよ。視聴者さんに住んでる方いらっしゃったら申し訳ないんやけど、みーちゃんねるの創業者のひろゆきさんの地元やね。大都会一とか赤羽っていつもよろしくて、なんで知らない方って言ったら変な酔っ払いに絡まれるし、電車の時間とかも多いのよ。まあね、お店がすごく多いから、お店はすごくいいんだけど。改めて11月23日の誕生日ライブ、本当にありがとうございました。自分で思ってる以上に私って愛されてるんだなってすごい実感したライブだったので、本当に嬉しかったです。ライブの時に威力ありますよねみたいな感じで言われたんだけど、そうでもなくて、ユーロランドに行った時も宿で乗り換えを持っとったんやけど、見過ごして、バクロ横山駅ってとこあるんやけど、ユーロランドこの辺で、新宿この辺で、その東日本橋この辺でみたいな感じで、っていうもう完全に乗り越してしまっとって、家にたどり着くのにねプラス1時間かかってしまったっていうこともあったよ普通に。私は
そんなに体力ないかな。でも最近なんか腰が痛いもんね。埼玉の川越行った時もさ、帰りの電車爆睡しとってさ、1分ぐらいしか経ってないつもりやったけど、もう次新宿って言われたから、あれも筋できへんと思って。何とったの？出かけた時は特になんだけど、家帰ってきてしっかり湯船使ってバレーを取るっていうことをやってるかな。毎回それをしないと体が回復するんちゃうの。最近これがさ、次の日筋肉痛とか2日後に筋肉痛とか来るようになったらもうわーじゃない。誕生日の日はさ、久しぶりに休もうって思ってさ、何も予定入れてなかったっけどさ、ライブが終わった後に編集仕上げないといけないんですよ。だから編集して坂田寝たんだけど、久しぶりに昨日だけ爆睡してすごい幸せとか思いだったんだけど、結局さ、パソコン開いちゃうんだよね。仕事してんだよね。ここまで行っても YouTube の。ちょっと寒くなってきた。ここからはインスタで募集した質問返しやっていきたいと思います。全然返せてなくて1ヶ月ぶりとかじゃないかな。ありがとうございます。好きな歌手は誰ですか？今はね、音楽聴かないけど、昔はね、ジャンヌ・ダルクが好きでよく聴いてたよ。アシッド・ブラック・チェリーとか好きです。続いての質問は、お気に入りの香水ありますか？質問があったんですけど、私香水が苦手なんでつけないんです。人がつけてるのは別に何とも思わないんですけど、じゃあ何で私がつけてないかっていうと、匂いがきつすぎて人に不快感与えてる人っているじゃないですか。それがそうやりたくないなって思ってて、高級なお寿司屋さんとかだとつけていかないのがルールみたいなのがあったりとかするので、まあ、だからつけてないって感じですかね。高いお寿司屋さんそんなに行かないんだけど、好きな香りで言うならシャネルのチャンスとかキンモクセイとかローズ系の香りとか好きです。続いて、仕上げ食べ放題で何本食べれるか見たいです。これね、何人かの方からリクエスト来てたんだけど、撮影許可取れたので今度行ってきますので楽しみにしてください。初恋エピソード聞きたいです。さんざん元彼の話しと終わりの初恋エピソード話じゃないの。初恋は小学6年生なんだけど、同じクラスの男の子です。とにかく優しい人だったの。ヤサオエピソードとかって覚えとるんだよね。うちの小学校でタイムカプセル埋めてたから、成人式の時に掘り起こしに行こうっていうことになってて、成人式があった会場からうちの小学校まで大体ね、車で10分ぐらいだったんだけど、女の子ってまあ振袖着とうや成人式の時に歩きにくいやろって言ってる。全員を会場から小学校まで振り迎えしてくれて、めっちゃ優しくて、思ったの車って別にそのめちゃくちゃ大きいわけじゃなくて普通に軽自動車やったんやけど、そこをさ何回も往復してくれて、そういうのを見てさ、優しい人だなっていうのを覚えてる。顔はね、可愛い系の顔かな。続いての質問が、これ答えるかすごい迷ったんやけど、初体験はいつですかって。高校1年生の時に学校の多目的トイレで、あいつ続いての質問が、セフレはいますか？今はいません。今はね。一番多かった時で5人いて、周りで6回引っかいしてた時があったよ。続いての質問が、食欲旺盛な人って性欲強いって言うけど、性欲強い方ですか？多分強い方じゃない？知らんけど。女の子ね、隠したがる子多いけど、人間の三大欲求だからね、もう晒してった方がいいと私は個人的に思ってます。これで最後の質問にします。ラガン何入れてますか？私これラガンなんですよ。若干瞳が茶色いの分かるかな？っていうのがあるので、まあ、素材を生かしたいっていうのと、単純に目の玉に異物を入れられないっていう理由でカラコンはしてないです。国際工業だと飛ばすの。ごめんなさい、それ扱いが変わってきた。はい、
改めてごちそうさまでした。めちゃくちゃ美味しかったです。仕事帰りとかにさ、ちょっと一杯飲みたいなみたいな時にフラッて塗るのがめちゃくちゃいいんじゃないかなって思いました。金額自体もすごく安くて1000円でお酒飲めて、ラーメンと餃子まで食べれたのでめちゃくちゃ安いと思います。本日もご視聴どうもありがとうございました。この動画がいいなと思った方、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。今から帰るっちゃけどさ、終電終わっちゃってるからタクシーで帰れなきゃなんだけど、日高屋の会計よりさタクシー代の方が高くつきそうじゃない？ありがとうございました。